モッタンです。23歳。今原宿でアパレルの販売員をやっております。基本はうちのノットコンベンショナルっていうアパレルやってるんですけれども、そこのセットアップに学ランを合わせたコーディネートですね。海外の人のインタビューで見た記憶でそれ大事にしてるんですけど、2色以上や色を増やさないってところですね。和をテイストにしたブランドが好きで、最近だとソシオ好きとかですね、がすごい気になってるって感じですね。もともとバンドが結構好きで、バンドマンの格好を真似してたんですけど、その時に親父の古着を着るようになってから好きになったっていうのはあります。最近だとメゾンスペシャルっていう、新宿と青山にあるのかな、がおすすめかなと思います。友達からのもらい物で、僕はあまりこだわりがない方で、もらったものずっと使うっていうタイプですね。なんでブランドも全然わかりませんって感じですね。最近使ってないんですけど、ジバンシーの香水ですね、レディースのを使ってて、男性的な制汗剤みたいな匂いが苦手で、甘い匂いならっていう感じで使ってるって感じですね。学生の頃はというか、もう本当にもう安い服を幅広くっていう感覚だったんですけど、一点こう高いものを1個買ったことによって、そこから大切な1枚を長く着るっていうような考え方になりました。今働いているところなんですけれども、もともとそこのお客さんだったので、そこを初めて買った時の服は今でも大事に着てますね。ネックレスで小物類がすごい好きですね。体とかスタイルが良くないので、そこをこうぼかすような感じの小物がすごい好きです。メゾンスペシャルとソーシオお付きは SNS 随時チェックしてるみたいな感じですね。自分で家でバリカンでやってます。ゲームとアニメ見ることと、弾き語りちょこちょこやったりっていうような感じです。小説とか活字がずっと長く見られないたちなので、ほとんど漫画とかは見るような感じですね。サカナクションの目が開く藍色って曲なんですけど、現在タトゥー入れてるんですけど、それの理由になるぐらいちょっと人生観変えられた曲だなって感じですね。その PV で You っていう描写があるんですけれども、それをあなたって捉えてて、曲の題名に結構関わってくるんですけど、それはちょっとこれ見た人に見てもらって、で僕はそれをあなたっていう意味でセミコロン付け足して、であなたがいる限り何回でもやり直せるっていうような意味合いでタトゥーを入れたっていうような感じですね。もっと影響力ある大きい人になって、で僕がいじめを受けていたんで、そういった人を救えるような影響力を持ちたいなっていうふうに思ってます。ラーメンですね。僕原宿のショップにいるのと、あと YouTube 個人で SNS いろいろやってますんで、ぜひ見ていただければなと思います。